今回はです、ね、超超超上級マインドセットにしましょうか超上級マインドセットまあかこれはカスタムサムネイルかなまあテーマがですねリストは誰のものでもないリストは誰のものでもないっていうねまあテーマでお話しようかなと思うんですけどまああやさんのねあの商品をこうご案内してて でもまあお客さんからね、まあ、何かあのお返事いただいたんですけどその中で「あ,のあやさんのコンサル入りました」と「でもこれもうあの頑張ります」みたいな「これで絶対結果出します」みたいなねお答えいたせいて、まあ、今回あのなんだ、まあ、僕はそのあやさんのね新商品を販売したんだけどもこの申し込み本申し込みするとアップセルが出てくるわけですよ。 でででもそののアップセルがどんんなな感じでやってんのか分かんないですよ。僕は知らないしあとどれぐらいの価格帯でやったのかも分かんないです聞いてないんで、はい、でまあいつもジョイントする時に、まあ、言ってるんですけどあのまあその後何やってもいいですよと、まあ、結局そのお客さんを、まあ、紹介僕の商品じゃないですから結局その A さんっていう人の顧客リストになるわけじゃないですか A さんの顧客のリストになったら A さんがしまた新商品を出したりとかね違うサービスとかしたり案内行いますよねうんでそこじゃそこでもう売り上げ上がるじゃないですか、まあ、全員が買うわけじゃないけどもでそれもねいや俺が紹介したからですねもう、まあ、よこせみたいなねもういつまで続くないって話じゃないですか <laughs> で結構その、まあ、企業さんとかも囲い込み戦略みたいなのあるじゃないですかまあ分かりやすい例で言うならばうん そうこの前、ね、iPhone お客さんから iPhone のなんか下取りとかしますなんかそ,そういう質問来たんですけど僕はあのソフトバンクの48か月縛りっていうのにね契約してるんですよ今何とか今サービス名が何とかプラスに変わったと思うんですけど、まあ、その48か月分の、まあ、あ iPhone の新しいの買いましたじゃあその48か月で分割して払っていくと <laughs> 4年ですよね <laughs> 4年分割で払っていくから月々の負担は 少ないみたいな、ね、だから48か月で割るわけですからめちゃくちゃ負担少ないよと。でさらに2年後24か月使った2年後はもし機種変しようとするならばその残り2年分はあの免除しますみたいな免除しますみたいなだからここタダみたいな。であのつまり、まあ、あの2年ごとにこの機種変すれば最新の機種が半額でまあ使えてなおかつまあ その少ない分割でまあ契約できるよみたいな、まあ、このねプランなんですけど、まあ、僕もあのあの今月ね、まあ、iPhone13 に変えるんですけど今 iPhone11 なんですよ。で iPhone13 でその48か月にまた多分入るんでまた、あ、もうソフトバンクのもう,もうあの離れられないみたいな、ね、ソフトバンク呪縛から抜け出せないみたいな。 ソフトバンクの超囲い込み戦略に僕はまってるわけなんですけどもまあこういうのいっぱいあるわけじゃないですか囲い込み戦略みたいなねだから例えば楽天とかもなんだろうなそう、まあ、今は分かんないですよ今は分かんないんですけど昔楽天で出してたあの出品した EC でね出品してた人がその,あのリストがなんか取れないみたいなそうなんか楽天にリストが注収されてここはなんか取れないみたいなね なんかあ、昔今はかんないですけどな,なんかねな,なんかそういうなんかを言ってたんですようんだから楽天としてはあの例えば楽天っていうその大きなト,トラフィックがあるじゃないですかでそのトラフィックを利用してほしいわけですよねじゃあそのトラフィックを利用して、で そのショップさんがねそのお客さんにそのこのトラフィックを利用して楽天っていうブランド楽天市場というブランドだったり信用だったりとかトラフィックを利用して A っていうショップさんが1お客さんを獲得して商品売ったとするじゃないですかそうするとこの A のショップと顧客の関係ができますよねじゃあここの A のショップが直売り始めたら楽天使わずね入り口楽天のみであのこっちがね個別でこう売ってったらね 楽天儲かならなくなりますよね楽天としてはずっと楽天を利用してほしいんですよ中抜きなんで手数料とかねそうじゃないですか, <laughs> か今はかんないですよかなり昔の話なんですけどなんかそういうのをなんか言ってたんですけどまあ囲い込み戦略ですよねずっとそ,そこの自社の楽天市場を使ってもらうためにそういうその構造というかうんただこのリストマーケティングする上でですよこの 囲い込み戦略というかリストは誰のものでもないっていうマインドセットがあると、まあ、何でもできるんですよ何でもだから縛られないというか要は別にそのあのなんだ、まあ、自由にできるってことですね自由にまあアフリエードもできるし自由にジョイントもできるしあのなんだろうな逆に言うとそっちの方があの、まあ、なんだろうな単発の単発の 売上で見るならばあの例えば今回だったら、まああやさんの,その,あのアップセルコンサルはいくら売れたとしても僕1円も入ってこないんですよだからあの今回販売したそのプレスリリースで販売したあそれに対しての折半半分半分の売り上げが僕に入ってくるわけですねでその後のアップセルのコンサルの売り上げは1 0 0あやさんなんですよでつまり このアップセルが売れれば売れるほどあやさんの方が売り上げどん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 上がるわけですよ。ねっ、まあ、そもそもその最初の商品はーんなんだ折半なんで、うん、だからお互いイい分イーブ分なんですよただあやさんがアップセルをしっかり売ることによってあやさんの売り上げはおのずとどんどん上がるっていうでもちろんアップセルのは高いと思うんで、まあ、いくらかちょっと聞いてないですけどそう別に聞かないし、うん、聞く必要ないんで、まあ、自由にやってくれって話なんでそう <laughs> そう でこ,れをやるこれをやると、まあ、目の前の売り上げで見るとね目の前の売り上げで見るならばあやさん儲かっていいなっなるんですよ。まあ、ちょっとねあの動画でね、あのー、今回ねアフリート報酬が80%出しますみたいなね俺これ100%の50%なんだけどなみたいな <laughs> ま,あまあまあネタでね、まあ、ちょっと話したりしたんですけど、あのーまあ、目の前の売り上げで見るならばあやさんの方が売り上げ上がるわけですよ。うん、だけど、あのー、結局トータルで見ると。 どういう相乗効果が生まれるかっていうとそのジョイントした時に相手の方に得を与えるわかります相手の方に得を与える相手の方が利益が上がった方がその後の関係性もいいしじゃあ今度また綾さんが何かやるってなった時に「吉野さんちょっとやってくれませんか?」とか「一緒にやりましょう」って言ってくれるわけですよで少なくても僕は綾さんの,あの商品は作れないんですよ 作らないです僕の商品っていうのはメインとしてはねメインとしてはあのコンテンツビジネスまあ本も出してますけど情報ビジネスなんですよこれがメインで主軸ですでずっとこれずっとこれやっていくしこれも教えていくしただブログで稼ぐみたいなのは僕やんないんでうんただ僕も今毎月毎月ねブログ毎月毎日かブログ更新しても1年なんだ3か月1年10ヶ月 ぐらいもも経ちましたけどもこれ10年やったらセミナーやるとかね、10年やってブログを10年毎日更新してきた、そこで培った、まあ、僕はブログアフリエイトで稼ぐというよりブログ、コンテンツビジネスとブログをどうリミックスさせて、どうそのコンテンツビジネスにブログっていう資産を生かしてきたのか、この10年、みたいな感じの教材は作ります。ただ、アフリエイトをね、アフリエイトでどうのこうのは多分やんないと思いますね。まあ、も,もしかすると、まあ、一応アドセンス入れてるんで、 10年後アドセンス報酬がまあ何十万とかねなってればまあ作るかもしれないですけどただ10年更新した末ですからね <laughs> 10年毎日更新したいですかって話じゃないですかうんかそれはあんまねフックとしては弱いかなっていう <laughs> 10年後毎日更新した結果アドセンスの収入がんだ100万超えましたといや,いや100万はいけるけど10年更新できますかみたいな話なんでちょっと 商品としてはちょっと微妙じゃないですか十 <laughs> 10年ですか吉谷さんみたいな <laughs> そうまあだから僕は10年後売るとするならばコンテンツビジネスとブログの,そのリミックスですね化学反応どう化学反応させていけばいいのかどう使っていけばいいのかみたいな教材は確実に売ります10年後ね10年後まあ10年前に売るときもあるかもわかんないですけどねうん そうでだからまあ話を戻すと結局その相手に得を与えることによってその関係性もまあ有効になるし、ね、また紹介してほしいなってなってくるしで僕はそれは仕入れられないものなんですよ仕入れられない実績経験だし僕ブログアフリエイトでその何年もやってないし害虫で何十人60人とかやってないし、ね、ブログの M&A ブログを500万で売るとかねやったことないしそれあやさんしかないので。 だからこの武器を僕は持てるわけですよだからあのこの関係性が良ければまた何かできるっていうね自分があーリーチできないお客さんですよねもしくは自分はリーチしたんだけども動画でも言ってましたけどもリーチしたんだけどもやコンテンツビジネスやってみようと思ったけれどもやっぱりちょっとっていう。 いい人だったりそ,そこにまたコンテンツやりましょうっつってもいや,やっぱりやってみたんで挫折しましたっていう結構まあマインドそんなに強くないんでやっぱ無理かなってなっちゃうわけですよでもお金の問題はなくならないでしょうねお金の問題っていうのは一生なくならないので何かやらんとあかんとは思ってるわけですよじゃあそこに対してじゃあこっちどうですかっていうこっちをこっちの武器を 僕ははモテるっていうのは強いわけですよだから何年後トータル的に考えると、まあ、今後ね綾さんが新商品出すか分かんないですけどもねうんでも新商品出さなかったとしてもその人間と人間の,その関係性で言うならば。 なんだまた何かいろんなねプライベートでお会いしたりとか、まあ、その時にそのインスピレーションですね直接お会いしてなんか一緒に遊びに行ったりとか一緒になんかやった時のインスピレーションで自分のビジネスに生かしたりとかそういうことができるんであのすごいいいっすよねだからこうお俺は俺は俺の商品しか売らんとかね絶対そのなんか逃がしたくないみたいなね顧客リストをそっちにやりたくないみたいな。 もしくは顧客リストそっちに流したから「よこせ」みたいなねずっとよこせみたいなね、うん、そうなってると <laughs> まああの多分ね無理っすね多分無理 <laughs> ずっとはなかなか難しいですねもちろん絶対ではないですけど絶対ではないけどやっぱねうんですよ全部のジャンルを網羅してるわけじゃないので そうじゃないですか。今、まあ、ネットビジネスなんかもいろんな稼ぎ方がありますよねいろんな稼ぎ方があってそれ全部僕網羅してるわけじゃないですし、まあ、投資もそうですよね、まあ、いろんな稼ぎ方本当に世の中にあって全部自分やってないんで、うん、だからまあこのねリストは誰のものでもないっていうのがね、まあ、当時ね僕もこれ教わってそのなんだろうな うーんあんまり最初しっくりこなかったんですよだけどまああれから何年経った教わってから十何年経ったと思うんですけどもうめちゃめちゃもう腑に落としてるというかあーなんだろうなあまあ実際そうですけどね別にお客さんって誰のものでもなくないじゃないですかど,どうですかお客さんって誰のものでもないですよねその人の子じゃないですか だ,だ,だからもっと深掘りしてお話しするとこの概念があるともう,もう全力で売れるんですよだけどちょっとでもなんだろうなちょっとでもそういう気持ちあなんかその顧客リストがそっちに行ってなんかそうなんか,こうなん,かななんかそういう気持ちがあると全力でベッドできないんですよ、うん、今に集中できないんですよこの商品を売るっていうことに集中できないんですね、うん だからあの僕、まあ、もう一つなんか言葉的に言うならば去る者追わず来る者拒まず去る者に何だろうな未練一ミリもないみたいなどうぞと、まあ、そもそもドリームアカデミアも僕運営でずっとできる理由としては熟成さんに依存しないですよだからもはやもう熟成さん羽ばたけって話なんでそうなんかその熟まあ まあ別に悪いいことじゃないんですよ全然悪いことじゃないしどちらかというと逆にいいことだと思うんですよそのコミュニティみたいな感じでその和気あいあいして相乗効果でその高め合ってそのなんかまあ傷のなみ合いする時もあればなんかそのなんか集まって和をやったりとかね、まあ、そういう別に悪いことじゃないんだけども僕やんないんですよもう熟もであ。熟成さんも一人の子であり熟成さんも一人のライバルでありその対等なんですよね。 もはや対等というかライバルただし指定関係は一応あるんで指定関係というかね一応僕はサービスを提供しているのであのちゃんとやるべきことはやるちゃんとコンテンツも毎月提供するサポートが来たらサポートするっていうそのやるべきことはやるんだけどもそこはなんかそのバランス感覚ですねうんだから熟成さんに依存しないからうーん自分がやるべきこともできるんですよ なな、んだろうな例えば、まあ、僕なんか毎月商品売ってるじゃないですかもしさお客さんに依存するとか熟成さんに依存してたら「あいやこの前商品売ったからまたこれ商品売ったらブレちゃうな」とか分かります全くないんですよブレるかブレないかはあなた,のあなたですから見るか見ない,見る,か見,ないのか見るか見ないかもあなたですから僕はやるべきことをやるんですよビジネスとしてやってるわけですから商品を作って売る。 そこに全力集中ですねこっちに依存するといやーこれやっぱ俺ってダメなことしてんのかなみたいな結局ノウハウコレクターを俺が作ってるなとかね <laughs> いやノウハウコレクターになるかならないか僕の責任じゃないですかねはっきり言ってあなたがノウハウコレクターにしてるだけですからねっそうじゃないですか <laughs> っていう考え方ですねでも違う側面で見ると実際そういう事実もあるんですよ あのー、買うことがないじゃないいですか買いたくなることもないじゃないですかっていうのも実際分かってますよ分かってるんだけどもう一つ分かってることがあって僕が売らなくてもそのノウハウコレクターの気質の人は他の人のメルマガ読んでるし他の人のラインアット見てるし他から僕が売らなくても他から買うんですよ、まあ、これもうデータで出てますからでね <laughs> 吉田さんすいません他の人のつまんでましたと で結局吉田さんに戻ってきましたみたいな。つまんでたんかいしかも高額払ってくるからね。何十万も払ってきて、俺に払えよみたいなね。<laughs> いや、俺にはおけ、で、俺の買わんかい。俺の買わ、買わねえのかみたいなね。そこ、そこに30万とか40万落としといて、俺に戻ってきてサポートを受けて、なんで俺無料でサポートせんとあかんねみたいなね。<laughs> いや、いいんですけど。だすなんか、まあ、結局、その事実もあるんですね。なんだ、もう、イブイブだと思う。<laughs> だから結局、見る見ないも、 あなただしなんだメルマガを見る見ないのもあなただしメルマガ登録するのもしないのもあなただし自分の人生を変えることを決めるか決めないかもあなただしって話なんですよ。で僕はビジネスでやってるんでやるべきことをやる集客するために動画も撮っていく、ね、お客さんとの関係性構築するためにワンツー動画も撮るうーんあと商品も、ね、しっかりとセーフするとやるべきことをしっかりやると。 まあ課題の分離というかね、まあ、分離しながら分離するっていう考え方もまあエッセンスで入ってるんだけどもこのリストは誰のものでもないっていうのはねこれは超上級のセットですけどあると多分ビジネスはずっとできますねこれ間違いないですビジネスはずっとできます、うん、まあ当ね、そのソフトバンクとか楽天とか本当にそういうなんかまあすげえとこだったらね まあもちろん囲い込み戦略にしても全然で OK なんですけども個で動く時っていうのは何だろうな自分一人しかいないんですよ。まあ、僕は一人で稼ぐっていうことを推奨してるんだけども一人にはやっぱ限界があるんですよ。ねまあ、僕は結構げ他の一般の人よりは限界値を超えてできる部分はあるんだけどもやっぱり限界があるわけですよ。分かりやすく言うならば、まあ、ブログの稼ぎ方は僕は分かんないと。限界があるじゃないですか。だかつまり僕がその商品を作ることはできないんですよ。ね でそのあのなんだエビデンスないしうんだからそういう考え方があるとその全ての,その悩み層に対して、えー、自分が持ってないものを持ってきてアプローチすることができるってことですよねしかもそれが全力でっていう全力でとだから僕はまあコンテンツビジネスを教えているから僕がコンテンツビジネスを教えているからこの商品しか扱わないみたいな だからアップルとかも、僕はアップルすごいと思うんですけど、例えばアップルで言うならば、アップルってもともとパソコン屋じゃないですか。スティーブ・ジョブズが何開発したかって言うと、パソコンですよね。あの、iMac、Mac ですよね。パソコンですよね。最初。こんなキーボードとこんなやつの、一番最初出して。今、アップルって何屋さんですかと、まあパソ。パソコンバックエンドなんだけど、もうめちゃめちゃ商品出してるじゃないですか。なんかその、最近、今年出したと思うんですけども、 なんだあのタグその忘れ物を GPS でこのなんかタグも出しましたよね名前忘れましたけどそれ入れておくと GPS でかあの忘れ物のこう感知できるみたいなとかまああとねあのヘッドホンも出してるしイヤホンも出してるし何だろうな時計も出してるしあとなんだあとなんかもうめちゃめちゃ出してますよねいろいろと付随あ,あとはまあアクセサリーとかもいっぱい出してるしうん じゃあ俺私はパソコン屋だからパソコンしか作りませんじゃないですよねそもそもパソコン屋だったのにアップルが V 字回復したのはパソコンじゃなかったですかねだからパソコンの画期的な商品を出してアップルが V 字回復したわけじゃないですよこれ知ってると思いますけどアップルがこう跳ねた初動っていうのは iPod でしたからねポケットに千曲ポケットに千曲しかもこの iPod を出すときに、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないですけどあの普通だったら囲い込み戦略で、まあ、Mac を使ってる人 Mac を使わせたいわけじゃないですかだからこの iPod は Mac でしか動きませんみたいなしたいわけですよだけどジョブズはねいや Windows も OK よみたいな Windows ユーザーもだから Windows ユーザーのために Windows の iTune のソフトも作ったわけですよ しかもこれフリーでばらまいたんですね。え、どうですかイチューンの、Windows でも iTune のソフトをインストールできるじゃないですか。だかこれは結構有名な話で、なんかその、ジョブズとね、あの、なんだ、あの、Windows の、あの人。Windows のあの人ですよ。あの人です。<laughs> Windows のあの人な、なんでしたっけちょっと名前出てこないな <laughs>。だから結構これすげえ有名な話ですからね。 iPod がバカ売れした理由はその Windows ユーザーにもリーチできたっていうそれを作ったからうん垣根を越えて Windows と Mac の垣根を越えて全部 OK よみたいなだからこうバーンってその届かないリーチにバーンってぶっちゃけ言うと Windows ユーザーの方が世界的規模に世界で見られた Windows ユーザーのシェア率の方が高いじゃないですかでもそれがね Mac がねアップルがねジョブズがね「いやアップルだ アップ書こうぜみたいなねやってたらあ,あれはなかったですからあれはなかったですだから生き残っていったりとかそのこのなんだろうな時代にこう適応していくためにはまあなんだろうなアップル信者はアップルのものではないみたいなね <laughs> アップル信者はアップルの,あのものではないただ我々は我々は あの世のの中に革新的なものを作っていくただそれだけだみたいなねアップルがすることは信者を作ることではなく、うん、私たちは世の中に革新的なこと革新的なあっと驚くようなものを作っていくそういう会社でありたいみたいなビジョンなんじゃないですかもう僕アップルアップルの会社入ってないんで分かんないですけど <laughs> アップルのやる,やるべきことっていうのは 世の中に革新的な面白いワクワクするような製品サービスそういうのを出していくと多分まあそういう企業理念があるんじゃないですかね多分分かんないですよアップルの経営会議は行ったことないんでそうだからアップルはやるべきことをやってるわけですよまああのあっと驚くようなねなプレゼントとかも多分アップルが多分おそらく あああのの起爆剤だと思いいますすよああいうその説明会ですよねスティーブ・ジョブズが商品をこうワクワクさせるだからまあ覚えてると思いますけどもあ MacBook Air を作った時ねあのただ薄いだけじゃないんですよねだからジョブズがねさっとねあの紙袋からピッて出してね紙袋この A4 の封筒と一緒やねんみたいなねおいみたいななんかそういうその。 ワクワクするような商品をこうどう見せていくのかっていうそのプレゼンテーションしあプレゼンの仕方でそのプレゼンをかっこよくするちょ面白くするワクワクするっていうキーノートですねマック独自の,そのプレゼンテーション誰でもかっこよくあのワクワクするようなかっこいいエフェ,あのエフェクトだったりとかあとテンプレートがあるっていうキーノートっていうのを作ったりとかねでそれもなんか作ってシェアしてるし、まあ、あれ無料ですよマック買うとね キーノーとかかそういういいのあるじゃないですか、うん、やっぱねアップルすごいですねアップルすごい <laughs> でも世界のトップ企業じゃないですかアップルってね多分世界の5には入ってると思いますよ1位どこか分かんないですけど1位どこなんですかねグーグルか、うん、だからまあ本当リストは誰でもないと Windows も Mac もユーザーにもリーチするそういう概念ですよね まあそういうのがあるとこれからのどんなに時代が変わろうともあの対応できるとさらに言うと売り上げもちゃんと作っていけるっていうねうんこれがねまあ時代ってすげえ変わるのでねその求められる市場ニーズもどんどん変わってきますからこれはねめちゃくちゃ大事だと思いますけどね考え方としてはうんリストは誰のものでもないアップル信者はアップルのもアップル社のものではないっていう うん、そうまあ Windows ユーザーも OK よみたいなまあでも最近はジョブズ死んじゃったんでまあ囲い込みがちょっとね強くなってる部分ありますけどね <laughs> ジョブズ死んじゃったんでねうんそうまあでもまあ僕は一応 Apple 信者ですから <laughs> 多分ね AppleApple 製品一生買い続けますね多分一生 一生買い続けますねアップル製だって次の MacBook パソコンもねもう MacBook しか買わないですよ次僕 AI 今16インチモデルのやつ使ってるんですけど今度多分そのチップがねもう Mac MacBookAIR とかは M1 チップ入ってると思うんですけど多分ねおそらく M2 とかね MacBookPro16 インチはもう ノートパソコンの最高峰を出すんでもしかしたら間に合ったら M2 チップみたいな M3 か分かんないですけど今 M1 ですよね多分チップ的に搭載するみたいなそれちょっとワクワクしてるんですけどまあ買いますからねもうもう,もうなんか勝手に予測してね勝手にワクワクしてみたいなそうもうずっとね MacBook ですね僕ねプロ もう多分ずっともう16インチ使ってからもう16インチしかもうめちゃくちゃいいんですよやっぱ画面でかいししかもスペックも,もちろん最高峰だし、うん、まあもちろんね Windows も同じような性能でねもっと安いのあるんですよ探せば全然全然 Windows でもそれと同等の性能で安いのいっぱいあるんだけども MAX ス。ね <laughs> でもね僕ねデスクトップはいまだに Windows 使ってるんですよ だからそこもフレキシブルですねマック信者だけども Windows も使うよみたいな Windows のいいとこもあるし Mac のいいとこもあるしでもどちらかというと Mac ですねみたいなどちらかというと Mac みたいな <laughs> でも Windows も使うとだから僕 MacBook の中に仮想で Windows も入れてるんでそう両方使ってますねまあでもあの あの今は Windows あんま使わないですけど、ね、一応、Excel だったりとか、まあ、その昔僕、会社でやってた時は、会社のパソコンずっと Windows、もともと Windows の人ですから、僕は。もともと最初からマッ,クマッキントッシュ、昔だったらマッキントッシュですか。あの全然違うんで、ずっと Windows XP 男ですから、そう、XP 時代ですから。XP 知らんでしょうもう今の若い子は XP。XP、あの草原のデスクトップですよ。 そうメモリー2ギガ時代ですよメモリー標準2ギガ <laughs> 2ギガって <laughs> そう XP はうバージョンによってあれなんですけど4ギガぐらいまでしか認識しないみたいなね MAX 確か32ギガだったかなメモリー認識が64いってたかなまぁ、あ、x p パック3まで出たの XP ってもう10年以上続いてバージョンアップして p a ま3ぐらいまでいったんですけど でもね、XP 最強伝説もあるんですけどね。XP が一番良かったんじゃないかな、みたいなね。<laughs> まあでも今の Windows10 も、なんか11出るみたいですけどね。あの、まあ、でもね、Windows11、Mac に、なんかね、もうね、なんか Windows、もう時間ねえな、Windows11 今度あの、ね、スタートボタンが真ん中になる,ななんかなるらしくて、もう本当 Mac みたいになるんですよ。いや、Windows はいや、右だろと。 このスタートボタン、ここの右は譲ってほしくなかったですけどね。<laughs> まあ時代の、時代ですね、これね。いや、スタートボタン Windows 右やろ、みたいな。で、Windows のロゴを残してね、ここスタートボタン、みたいな。もう古いで、昭和なんで。<laughs> <laughs> まあこれからも Windows も Mac もなんか変わらなくなってきますよね、多分。そう。う,んそうまあ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 、はい。もうちょっと時間なんで、この辺で。 まあとりあえずねあの、あやさんのコンサルね、まあ、入った方もいらっしゃると思いますんで、まあ頑張っていただければなと思います。はい。まああの一択集中、もう僕の動画これ見てないかもしれないですけどね。はい。そう。まあでもこれはね、まあコンテンツビジネスをやっていく上で、まあビジネスをやっていく上ですげえ重要な考え方です。特に個でやっていく。特に個でやっていくんだったら、僕もう絶対これ、もうあった方がいいです。うん。そう。自分にはやっぱ限界がありますから、提供できる。 提供できる価値の限界があると1人だったら、うん、はいでは終わりますありがとうございます